僕のカリキュレーションに間違いはない。君たちにも僕の計算通りに動いてもらうよ。無限城の未来は僕が握っている。これが僕の答えだよ、銀次さん。なんだお前ら、仕事もせずにダラダラと。奪還屋の仕事がないんならアルバイトでもして早く付け返してくれ。俺たちは奪還屋ゲットバッカーズだぞ。アルバイトなんかできるか。プライドだけじゃ腹は膨れねえだろ。お腹空いたよばんちゃん。うっせ、だったらねえマスター、私のおごりでサンドイッチ出してあげてもいいですか。うわー、夏美ちゃんありがとう。甘やかしちゃこいつらのためにならないぞ。いいから早くよこせ。俺ハムサンド。俺はよかったらどうぞ。あ、いいの。ありがとうカズちゃん、いただきます。しかしなんでてめえがここにいるんだよ。ある人に呼び出されまして。ある人？私よね、糸野和樹くん。ヘブン、なんで仲介屋のヘブンが呼び出したってことは、てめえまでシドみたいに奪還屋始めたか。ねえカズちゃんまで俺たちの商売邪魔しようなんて。いえ、僕は。彼は違うわ。それに呼んだのは和樹くんだけじゃないの。あ、入って二人とも。シド、ヒミコ、また会ったわね、バン。てめえ、こないだよくも。いや、そんなことより、おい、これは一体どういうことだよ、ヘブン。決まってるじゃない、大きな仕事があるのよ。それってこいつらと一緒にか。詳しいことは最後の一人が来てから依頼人に直接説明してもらうわ。ともかくでっかい仕事よ。依頼人にもえりすぐりの腕利きを集めるように言われたわ。はっきり言って相当な危険を伴う仕事よ。受けるか受けないかはあなたたち次第。もっとも銀ちゃんとシド君、和樹君は断らないと思うけど。それは無限城絡みということですか。そんなところね。来たわ、最後の一人が。やれやれ、この街はいつ来ても好きになれませんね。騒々しくて空気が悪い。バカバネ。おや、これはこれは意外な顔ぶれだ。いやいや、実に楽しい仕事になりそうだ。実にね。待ってたわ、ドクタージャッカル。さ、これで全員よ。このメンバーでチームを組んで仕事をしてもらうわ。おいヘブン、マジかよ。何が？何がじゃねえ。こいつと何があったか知ってるだろうが。やっぱり生きてたんだ。実に楽しい戦いでしたね。あんなに興奮したのは久しぶりですよ。とにかくこいつとだけはごめんだ。後ろからいつ切りつけられるかわからないようなやつとやれるか。どうなの赤羽さん、あなたも彼らと一緒に仕事なんかできないって思ってるのかしら。私は構いませんよ。パートナーの選択はコーディネーターにお任せしていますので。ということだけど、どうする。この仕事誰が抜けても成功は難しいわ。プロならたとえ本当は気に入らなくても市場は交えず、仕事に最適と思われる相手と手を組むものじゃない。それはそうかもしれないけど。わかった、俺たちもプロだからな。この際我慢してやる。油断しなきゃいいわけだしな。それから足引っ張るんじゃねえぞてめえら。それはこっちのセリフだ。決まりね。じゃあ行きましょうか、依頼人が待ってるわ。バンさんたち大丈夫でしょうか。なんだか今までの仕事と違うみたい。まあね、無限城絡みじゃ普通の依頼じゃないだろう。無限城ってあそこに見える廃ビルのあたりですよね。どういうところなんですか。
夏美ちゃんは知らなくていいところだよ。依頼の場所が無限城の城下町とはなかなか凝った演出ですね。こんなところまだ無限城のうちに入らねえよなあ、和樹。そうですね。さすがによく知ってらっしゃる頼もしい。今から喧嘩なんかしないでよ。ここよ。なんだこれ、廃墟じゃねえかよ。みたいね。ここを指定されただけだから。依頼人から詳しいことを聞いてないのですか。ええ、依頼人が何者なのかも知らないわ。珍しいな、お前が相手のことも知らずに依頼を仲介するなんて。信用できる筋からであることは確かよ。よっぽど仲介料が良かったのか。それだけじゃないわよ。とにかくこの依頼が重大な事件に絡んでいることだけは確かなんだから。ヘブンです、到着しました。本当に凝った演出だ。さて鬼が出るか蛇が出るか。私です、ヘブンです。チッ、もったいぶりやがって。これだからヘブンの持ってくる仕事は気が乗らねえんだ。こんな丁寧な出迎えがあるなんて聞いてねえぜ。冗談にしちゃちょっと寒いよね。おのれ、ま、差し詰め腕試しってとこですが。気に入らねえな。あら、腕試しだったの。だったらちょっとやりすぎたかしら。どうしました、私を試すのでしょう。もう十分です。そうですか。もう遅いですよ。皆さんの分も残しておくべきでしたか。一体いつの間に僕にも見えなかった。やろう。相変わらず嫌な男。何ですか銀次君。あそこまでやる必要はなかった。なのに。私は間違ったことはしていませんよ。これはクライアントの望んだことでしょうね。なるほど、予想以上に腕の立つメンバーを集めていただいたようですね。紹介していただけますかな、ヘブンさん。はい、まずこちらの2人が奪還やゲットバッカーズ、邪眼の御堂バンと元ボルツの大帝天野銀次、同じく奪還屋のビーストマスター冬木シド。奪還したターゲットを無事にお届けするための運び屋、ドクタージャッカルこと赤羽クロード、レディーボイズンこと工藤卑弥呼も同行します。最後の一人が案内屋としてチームを先導することになる元ボルツ四天王の一人、風潮院和樹。そして私、仲介屋のヘブン。以上7名が今回のイル奪還作戦のメンバーです。ご苦労様でした。確かにこれ以上のメンバーは望めないでしょう。それでは早速本題。待てこら。何かな、御堂番君。俺たちだけ身元を明かして、あんたらは妙な仮面をかぶったままってのはどういう了見だ。申し訳ないが、我々は身元を明かすことはできない。それを納得していただけないなら、この仕事から降りてもらって構いません。人を試しておいて何様のつもりで。お願いバン君、ここは抑えてね。では本題に入ろう。しかしお話できることはほとんどない。取り返していただくものが何であるか。ただこれは東京、いや日本に住む全ての人々にとって大変重要なものであることだけは認識してほしい。ターゲットの名称は便宜上
イニシャルを取って IL、イルと呼ばせてもらう。そして我々の手から奪われたこのイルは、現在無限城にある。イルか。発音が同じ英語の ILL のイル。病を連想させるね。悪鬼の巣窟、無限城の奥に潜む病ですか。無限城に侵入すること自体、相当な危険を伴う。したがってギャラは一人500万を用意させていただいた。では、前金の1割と、我々が多大なる犠牲を払って突き止めた、イルの所在地点を記した地図を、案内屋の和樹氏に渡して依頼の完了とした。では幸運を。チッ、愛想のない奴らだぜ。なあ銀次。うん。おう糸巻、封筒の金一人で持って逃げるなよ。早速お金の話ですか。大丈夫、僕はあなたほどお金に汚くありません。んだと？喧嘩売ってんのか。いちいちやることが芝居がかってやがるぜ。何一つ痕跡を残さない、よほどのものなのかしらね、そのイルとやらは。何であろうと私には関係ありませんね。私にとって仕事の価値とは、その過程がいかに楽しめるか、それのみですから。明日行動開始するわ、遅れないでね。無限城か、またあそこに舞い戻ることになるとはよ。シド、ちょっとな。ねえバン、どういうとこなわけ無限城って。世紀末大不況の中、建設途中で放棄されたいくつものビル群がそのまま残された。いつの間にかそこに流れ着いた奴らが住み着き、やがて国家権力でさえ手出しができない無法地帯と化した。今じゃ地図からも抹消され、見て見ないふりをされているが、住人は1万とも2万とも言われてる。中はどうなってるの？さあな、それは銀次の方が詳しい。あそこはあいつのゆりかごみたいなもんだからな。そろそろ諦めな、お前たちに勝ち目はねえぜ。おとなしく僕たちボルツの傘下に入った方が身のためですよ。助かりたいならね。誰がお前らなんか。ボルツの前で。いいんですか銀次さん、無限城へ再び帰ることになれば。ねえカズちゃん、この件にあの二人が関係してると思う？両方ではなくてもどちらかは。でなければあなたと僕、そしてシドが揃って呼ばれないでしょう。そうだね、だったら二人に会えるかもしれないね。ええ、そうですね、僕も無限城に会いたい人がいるんです。彼のこと？でも僕も黙って出てきてしまったので、きっと怒っているでしょうね。どうしたのモーツァルト？誰かいるの？あ、シドさん？なんか早くもヤバそうな雰囲気ね。あんたの格好はここじゃ嫌でも目立つからな。気をつけてください。バッグもですが、腕時計も、下手をすると腕ごと持っていかれますよ。無理をしないことね、仲介屋さん。帰りは一人になるってことお忘れなくね。えバン。ああ、この辺で帰れヘブン。仲介屋の仕事はここまでだろ。冗談じゃない、あんたたちがちゃんと無限城に入るのを見届ける義務があるわ。ヘブンさん危ないってば。
随分雑然としてるわね。迷いそう。ここはまだ無限城という巨大な迷路のほんの入り口ですよ。銀次、昔と変わってなければここがサウスブロックの入り口の一つだよ。地図はどうなってる、カズちゃん？ええ、ここが入り口です。よし。やっぱり銀ちゃんはここで育っただけあるわね。銀次さんはこの無限城の帝王だった人です。雷帝天野銀次の名を知らない者はここにはいない。しかしそれだけに、一度外に出た銀次さんがここに戻るということがすでに命がけなんですよ。無限城とはそういう場所です。開いたよ。じゃあここでお別れだね、ヘブンさん。じゃあな、ヘブン。ちょっと待って。お別れって二度と会えないみたいな言い方しないでよ。まあ大丈夫よね、あいつら悪運強いし。帰ろう。どうよ銀次、昔と変わらねえか？ちょっと変わってる。こういうところとか。またかよ。僕たちの目的はあくまで奪還です。先は長い、無駄な戦いはさせましょう。へえ、偉そうに。そんなことは分かってるよ。しかしこいつらなんだ。こいつら不死身か。ジャッカル、何を言ったでしょう。私にとって仕事の価値とはその過程がいかに楽しめるかにある。やめろおや、敵に慈悲をかけるのですか、銀次君。これ以上は必要ない。これが俺たちの目的じゃないはずだ。甘いですね。そんなこと言っていると足元を救われますよ。この あんた、まさか雷帝天野銀次。シュウ、帰ってきたんだね、銀次さん。なんだこいつ。ボンズのメンバーだった友達だよ。シュウって言うんだ。よかった、銀次さんが帰ってきたんだ。ボルツが復活するんだね。違うんだシュウ、俺たちは仕事で来ただけなんだ。仕事？ボルツを復活させるためじゃないの？ごめん、俺はもうここには戻らない。あんた分かってるのかよ。あんたが消えたせいで俺たちがどんな目に遭ったか、そして今この無限城で何が起きようとしているのか、マクベスが何を始めようとしているのか。余計なことをペラペラと。シュー！よせ銀次、この煙やべえ。この匂い、猛毒アルカロイドよ。逃げて。おら、銀次、何やってる。銀次。これが噂に聞く雷帝かよ。どうってことねえな。まあこの煙の中動けるように強化された俺の敵じゃないから。なぜ死ぬを。許さない。なんだ煙が効いてるんじゃないか。脅かしやがって。雷帝なんて言ったって大したことはねえ。マクベスの手土産にしようと思ったが、今なら雷帝天野銀次このホリークモンが取った。いつの間に。
な輩に倒させるにはもったいない獲物ですからね、あなたは。ね、天の金次か。